でも、ぶっちゃけね、これ、僕の見解ですけど、うん、太郎さんの周りの方々は、めくられても、失望しない人たちです。マジか。そこまで洗脳されてんのか。僕もちょっとこれ余計なこと言わないって書いてるんであれですけど、洗脳というか、それでもいいって思うし、それすらも陰謀だって思える方々でしょ。あー、なるほど。陰謀だって思うのか。いや、そうだと思いますよ。陰謀だって思うんだ。だって、もうなんか危なくなってきた気がする。そういう集団って敵が出ると、仮想的、共通敵が出ると団結しますからね。なるほどね。だから強いですよ。別に山本さんが何してようと、皆さんってなんか言ったらもう、負けないでしょ、そんなのに。どうでもいいんだ。真実が見たいわけじゃないんだ。真実が見たいわけじゃないのか。だから引き出されてる気がする。なるほど。でもそういうことだよね。いや、僕は、うん、多分別に山本さんに限らず、世の中のそういうのは、そういう意識で、だって別に宗教団体の幹部に何言われようと信者は団結するじゃないですか。確かに。むしろ盛り上がるんですよね。うん。朝原昌光とかね。そうです、そうです。とんでもないやつだ。そう、マスコミが洗脳しようとしてるって。令和さんがそうだとは言いませんけど、多分そういう風になりますよね。なるね。うん。だから、ガーシー法が効かないんじゃないですか、彼らには。確かに。どうでもいいっていう。ガーシー法効かない説は、俺もそう思うわ。全然スルーですよ。